県と奈良市は今日新型コロナウイルスについて新たに72人の感染と1人の死亡が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは乳幼児を含む90代までの男女合わせて72人でこのうち5人が中等症です居住地別では奈良市が17人広陵町が9人 柏市田原本町がそれぞれ6人などとなっていますまた天理市に住む80代男性の死亡が確認されたということですこれで亡くなった人の数は累計で92人となりましたすぐに運用できる重症対応病床の使用率は78%重症対応病床を含む入院病床の使用率は72% 宿泊療養室の使用率は三十九パーセントです。県内の感染者の数は累計で七千百三十七人。現在の感染者数は八百七十五人で。このうち重症は二十五人となっています。また病院などで、病院などへの入院入所の準備や自宅で療養している人の数は三百五十二人です。また県は。 天理市内の宿泊療養施設においてきょうの午前0時ごろ入所者の男性が食料品購入のため非常口から外出したことを明らかにしました男性はおよそ1時間後に戻ったといい立ち寄り先の施設に濃厚接触者はいないということです県は改めて外出禁止の徹底を周知するなど再発防止に努めるとしています